ニコライ・ステパノビッチ・トゥルチャニノフ。ニコライ・トゥルチャニノフは、ロシア帝国の役人、植物学者である。ロシアの多くの新種植物を発見した。ベルゴロド州のビルッチ近くの泣きたかで、地主の家に生まれた。幼い頃から自然が好きで、標本を作っていた。ハリコフ大学で学び、1814年に18歳で、博士号を得て卒業した。サンクトペテルブルクに出て、 法務省、財務省で1828年まで働いた。1825年には、植物学に関する論文を書いた。1928年に、イルクーツクの役所で働くようになり、バイカルコの動物を研究することができた。イルクーツクで1000近くの植物を記述した、カタログスプランターラムインリージョナブスベイクランシブス、インガウリアスポンテクレシェンティウムを発表し、 この功績から1857年に帝国サンクトペテルブルク科学アカデミーの歴史ある賞であるデミドフ賞を受賞することになる。1830年に科学アカデミーの会員となり植物学の研究に従事することを許されるようになり、1835年までシベリア東部の調査を行った。1837年に役人の仕事に戻り、1845年まで 働いた。退職後は、アゾフ海近くのタガンログで暮らし、標本館を作った。老後は、人を使って、標本を集め、分類と記述を行った。金方外科のパルセティラ・ターザーニー,ーノウイや、カバノキ科、熊シデ族のカーペナス・ターザーニー,ーノウイに懸命、されている。タークスは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ニコライトゥルチャニノフを示すのに使われる。ありがとうございます。